在ペルー日本大使皇邸選挙事件は1996年12月17日にペルーの首都リまで起きたテロリストによる中ペルー日本国大使皇邸襲撃及び選挙事件。翌1997年4月22日にペルー警察が突入し人質解放されるまで4ヶ月以上かかった。在ペルー日本大使皇邸人質事件とも言う。 当時の在ペルー日本大使公邸のレプリカ九百九十六年十二月十七日夜、ペルーの首都リマの日本大使公邸では、青木森久中ペルー日本国特命全権大使をホストとして、恒例の天皇誕生日宿がレセプションが行われていた。午後八時過ぎ、当時空き家となっていた大使公邸の隣家の塀が爆破され、覆面をした一覧がレセプション会場に乱入し、 制圧、占拠した。一団は、ネストル・セルパをリーダーとするトゥパク・アマル革命運動の構成員14人で、その場にいた、青木大使をはじめとする大使館員やペルー政府の要人、各国の中ペルー特命全権大使、日本企業のペルー駐在員ら約600人を人質にした。その後セルパは、逮捕、拘留されている MRTA 構成員全員の釈放。 国外に退避するまでの人質の動向とそれに対する政府コンダクト、アルベルト・フジモリ政権による経済政策の全面的転換、身の代金の支払いという4項目の要求を提示した。さらに公邸敷地内に対人地雷を設置するなど、軍及び警察による武力解放作戦に備えた。当初 MRTA はペルー政府と軍の要人や日本大使館員程度の 少数の人質確保を目的としていた。しかし、600人以上という予想以上の多数の人質を確保してしまったため、MRTA は人質になっていた、ミッシェルミニグセキ十字国際委員会代表の求めに、応じて早期に藤森大統領の母、娘を含む女性や老人、子供など200人以上の人質を解放し、その後も継続的に人質を解放した。 また、アメリカ人の人質も早期解放されたが、これは単純に MRTA がアメリカ人を特定の目的としていないためであったが、アメリカ政府が自国民救出を理由に特殊部隊を投入することを MRTA が恐れたからではないかとの見方もあった。しかし、もともと人質として確保しようとしていたペルー政府要人や軍人、 そして多くの日本大使館員や日本企業のペルー駐在員らが人質として大使公邸に残された。なお、人質となったのは男性のみで、女性は全員解放された。事件の発生を受けて、外務省や警察庁から数名の応援部隊がリーマへ向かったほか、多くの新聞やテレビの取材陣、ジャーナリストがリーマに向かい、日本のテレビ放送はこの事件報道一色になった。 また、青木森久大使の息子は、加熱したマスコミの取材構成から遠ざけることと、国内での不慮の事態に備えて勤務先から自宅待機を命じられた。ペルーのアルベルト・フジモリ大統領と、ブラディミロ・モンテシノス国家情報局顧問は、事件発生翌日には、武力突入を検討していた。これに対し、事件直後に、日本の首相、橋本龍太郎の命を受けて、ペルー入りした。 外務大臣、池田幸彦が平和的解決を優先してほしいと進めたことにより、即時の武力突入を断念した。なおこの頃、橋本首相は、本事件の対処のため外務省に設置された対策本部に、銀座の木村康夫本店で、自ら購入したアンパン130個を差し入れた、ことから、後に、アンパン総理と揶揄される。だが、実際は、ペルーとの暗号化された。 安全な連絡手段が外務省にしかなく、そのために外務省に赴かなければいけないということをごまかすことが目的だったとも言われている。事件発生から1ヶ月ほど経った1997年1月下旬、事件が膠着状況に陥ったことによる国内外からの批判の高まりや内政の不安定を嫌った藤森大統領の意を受けて、ペルー警察当局は、 武力突入計画の立案を始めた。警察当局は大使皇帝と同じ間取り、建材を使ったレプリカを作り、特殊部隊が突入するシミュレーションを重ねていた。また、派遣は現実的でなかったものの、日本の警察の特殊救修部隊も大使皇帝の間取りを一部再現して、突入訓練を実施していた。 事件から3週間ほど経った1997年1月7日、テレビ朝日のニュースネットワークの一員として取材に当たっていた広島ホームテレビの取材チームがン代表として MRTA 側の声明を取材し全世界に発信するという目的でペルー大使館に突入を試みた。このテレビ朝日の申し出は当然 MRTA 側から拒絶された。 人質に危害が加えられることはなかったが、人質のみならず関係者の安全を無視した行動として、日本、ペルー両政府のみならず、世界各国のマスコミから多くの非難が寄せられた。当初テレビ朝日側は、テロリストとの対話を行おうとしたと主張し、批判を無視し続けたものの、後に、同社の伊藤社長が正式に謝罪した。2月1日に、橋本首相と 藤森大統領が事件発生後初めてカナダのトロントで会談し、橋本首相は改めて事件の平和的解決と事件解決への全面的支援を訴え、藤森大統領もこの訴えに対して一定の理解を示した。しかし、1月7日にペルー警察当局は藤森大統領の発案による皇帝周辺の家屋より皇帝近場でのトンネル掘削を開始していた。 なおトンネル掘削に伴う騒音を隠すために大音量で軍艦を流し続けるなどのカモフラージュ作戦を行い1月27日には発砲の小競り合いも起きたトンネルの存在はメディアによってスクープされてしまい犯人側にも知られるところになったが MRTA はこれを人質たちの脱出用トンネルと考えて人質を2階に集めるようになりこれは 突入作戦の実行のためには好都合であった。2月11日には、ペルー政府と MRTA の間で直接交渉が開始され、ペルー政府側代表のドミンゴ・パレルも教育省と中立的な立場から交渉をサポートする保証人委員会の委員として、ミシェル・ミニグセキ十字国際委員会代表とフアン・ルイス・シプリアーニ大司教。 アントニー・ヴィンセントチューペルーカナダ特命全権大使が選ばれ、寺田明助、中メキシコ日本特命全権大使も保証人員委員会のオブザーバーとして参加した。なお、シプリアーニ大司教は犯人と政府との間の交渉役としてだけでなく、人質への医薬品や食料の差し入れ役としても活躍したものの、後にペルー政府側の意を組んで、密かに 人質となったペルー海軍のルイス・アレハンドロ、ジャンピエトリテイトクラに対して無線機などを手渡していた、ほか、差し入れた医療器具やコーヒーポット、さらには聖書などの中にも多数の盗聴器が仕込まれていたことが明らかになった。また、これと合わせて、同時期にはペルー国内の刑務所に服役中の二人を含む、 MRTA 構成員全員のキューバ亡命による平和的な事件解決という案も検討され、この案の可能性を探るために、ハバナを訪れた藤森大統領と会談したキューバのフィデル・カストロ首相も犯人グループの条件付け受け入れを承諾する姿勢を見せた。これを受けて、セルパもキューバへの亡命を他の MRTA 構成員に申し出たが、この申し出は、 他の構成員により却下され、この案による平和的な解決の道は閉ざされることになった。なおこの会話は盗聴期によってペルー政府側に盗聴されていた。事件直後から、サミダレ式に続いた解放により、人質の数は、1997年の初めには100人、4月の事件解決時には70人程度となった。なお、上記のように女性は先に解放されたため、 男性のみとなっていた。最終的な人質の構成は、数名の閣僚やペルー軍の将校を含むペルー、政府関係者と、中ペルー日本大使館員、松下電機や日産自動車、三井物産などの日本の大手企業の駐在員などが中心となっていた。人質たちは暇をつぶし、お互いのコミュニケーションを促進するため、積極的に日本語と、 スペイン語の総合レッスンやトランプやリバーシ、マージャンなどのゲームを行い、その中には人質との間にコミュニケーションを取るようになっていた MRTA 構成員が入ることも珍しくなかった。リマ市内の日本料理レストランからは毎日日本料理やインスタントラーメンなどが届けられ、ペルー人の人質や MRTA 構成員にも振る舞われたとの証言もある。また、 多数の日本の報道陣がリーマに詰めかけ、リマ市内のあらゆる日本料理レストランから膨大な量の日本料理の出前を取ったため、日本料理レストランの多くは特殊とも言われるような盛況を享受したと言われている。チャビンデワンタル作戦での突入訓練用の大使公邸模型。これらの状況を受けて、事件発生から127日後の4月22日に、 ペリュー海軍特殊作戦部隊を中心とした軍、警察の合同特殊部隊が皇帝に突入し、最後まで拘束されていた72人の人質のうち71人を救出した。同年2月より掘削を進めていた皇帝地下のトンネルを利用したことに特徴があり、作戦名も古代の大規模な地下通路で有名な世界遺産、チャビンデワンタルに由来する。 作戦の実行に際し、公には、突入作戦を避けることを主張していた、橋本首相への事前通告はなかったとされている。4月22日午後、MRTA が日課となっていた、インドアサッカーをはじめ、このために一人を除く、MRTA 構成員全員が1階に行ったことが、密かに持ち込まれた、無線機を使用したペルー海軍のジャンピエトリ、 中将からの連絡により判明した。この連絡を受けて、突入作戦の実行が決定され、その連絡を受けた、ピエトリ中将らは2階にいた人質の多くを急いで、奥の部屋に押しとどめた。人質が2階に集結したことを受けて15時23分に、突入作戦は開始された。屈作を進めていた、作戦用トンネルの終着地となる1階の床の、 数箇所が爆破され、その穴と正門から部隊が突入した。日本人の人質たちは部屋に泊まるように言われていたが、突入があることまでは知らされておらず、後に解放された人質の一人は当時暇つぶしに麻雀に興じていたものの中には、突入時の混乱の中で伏せろという声を聞き、麻雀パイを伏せることと勘違いした者も,もいたと語っている。作戦は成功し、 ほとんどの人質は無傷で解放されたが、脱出時に落下したり銃弾を受けたフランシスコ・トゲラ、外務大臣や青木大使ら複数の重軽傷者を出したほか、人質のカルロス・ジュスキ最高裁判事と特殊部隊のフアンバレル中佐、ラウル・ヒメネス中尉の計算名が殉職し、MRTA 構成員は14人全員が死んだ。なおこの作戦は大使館周辺に 事件の報道のために集結していた世界各国のテレビ局のカメラによって世界中に生中継で放送され日本のテレビ局も通常の番組を中断して現場からの生放送を行った映像には特殊部隊による突撃や人質の脱出屋上に掲げられていた MRTA の旗が引きずり降ろされる映像が記録されているこの際協力関係にあった イギリスの特殊部隊 SAS から突入訓練を受けたペルー海軍特殊作戦部隊が FNP-90 を使用して話題になった。犠牲になった特殊部隊隊員のバレル中佐とヒメネス中尉の下にはマスコミや市民団体を経由して日本人から義援金が寄せられた。また、脱出時に怪我を追いぐるま椅子を使うこととなった青木大使は 事件直後こそ代理の者のを葬儀に向かわせざるを得なかったものの、二人とカルロス・ジュスティ最高裁判事の墓前に向かい冥福を祈った。その後、ペリューを訪れる日本の国務大臣は、必ず三人の墓前を訪れている。移転後の在ペリュー日本国大使館大使公邸は、同じ三イシドロ地区の別の場所に移転した。新公邸は二重の兵に、司法の監視等、 防弾仕様のゲートなどセキュリティが大幅に強化されており、事件当時のようなパーティーやレセプションもほとんど行われなくなった。事件現場となった旧工程は取り壊され、空き地となったが2011年に地元の不動産業者へ売却された。2020年現在も外周の塀と扉が残されており、断行を見ることができた。 蒸気の突入訓練用の大使皇帝のレプリカは2020年現在も残されており、チャビンでワンタル博物館として当事件の資料が展示されていた。藤森大統領がこの事件の解決時に果たした決断に対し、日本をはじめとする世界各国は大きな賞賛を送った。しかし後になって投稿した MRTA 構成員を射殺した疑惑が発覚し、 藤森大統領も訴追された。この事件によって、ペルー国内だけでなく、世界各国からの非難を受けた MRTA は、その主要構成員の多くをこの事件によって、失っただけでなく、国内外からの支援も途絶えたために事実上の活動停止状態に追い込まれた。2007年4月21日には、金庫32年の刑で服役中の指導者、ビクトル・ポライは、 事件の武力解決10周年を機に共同通信へ、所管を寄せ、自らの武力革命路線の敗北を認め、武闘路線の放棄を表明した。本事件では、テロリストグループが人質に対し次第に同情的になって行き、本来処刑予定だった人質を殺すことができず、結果的に人質側は一人の死者も出さずに脱出に成功した。このことから、人質が 犯人側に同情的になってゆく、ストックホルム症候群の逆パターンとして、新たに、リマ症候群という心理学用語が生まれた。ありがとうございます。